今回ご紹介をいたしますカーガジェットは、ポッドキャストより2024年モデルとしてリリースされております、動画アプリに特化した次世代のポッドキャスト、プレイツービデオプロ、こちらのご紹介となるんですが、普通のプレイツービデオでは今回ございません。新たに改良されたモデルということで、早速ご紹介をしていこうと思います。このプレイツービデオプロなんですけれども、5つの動画アプリがプリインストール済みというモデルとなっております。YouTube、Netflix、今回新たにプライムビデオ、Unext、フルというこの5つの動画アプリがインストールされるようになりました。今まではどうだったかと言いますと、YouTube と Netflix は使えていたんですが、Spotify、IPTV、YouTube Music という構成となっておりました。個人的にも Amazon 使いますし、プライムビデオの会員になっておりますので、90年代に流行りましたキアヌ・リーブスのスピードであるとか、ダイハード、こういったものが無料で見れたりするようになっておるんですけれども、まあ、私にとってもですね、このプライムビデオが今回導入されたというのは非常にポイントとしては高い、映画が好きな方にとってはうってつけとなるんではないかなと思います。今回のレビュー内容なんですけれども、今2台のディスプレイオーディオを並べております。で、おそらく大半の方は純正のナビをベースに動画を見たりしたいなって思われている方っていうのが多いと思われます。まあそういう場合、純正のディスプレイオーディオでこのポッドキャストが使えるのかどうかというところがすごく気になると思いますので、その適合性についてをまず皆様にご紹介をしていきたいと思います。後半はこちら。アフターメーカーで売られておりますディスプレイオーディオ。今回こちらはエイトートさんの F7 の WE というディスプレイオーディオになるんですけれども、純正のナビが古くなったら、こういったアフターマーケットで売られているディスプレイオーディオを取り付ける方も多いんではないかと思います。まあ、そういった方にも対応できるような内容でご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけたらと思います。それでは最も頻度が高いと思われます純正ナビを使っての確認ということで行っていきたいと思います。で、まず電源を入れていきたいと思います。で、よくありがちなのが、つなげたんだけれども表示されないということが結構多かったりするわけなんですけれども、まあ、今回そういった観点で見ていただければと思うんですけれども、はい、すぐにつながったのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、ちなみにこちらなんですけど、繋がってる状態っていうのがこのパイロットランプなんですけれども、青く光るようになります。繋がってない状態ですと赤く光るという状態になっております。またこちらの純正のオーディオの場合ですと、ここの部分なんですけど、ここが Apple CarPlay という接続に変わると Android OS の画面が立ち上がるようになっております。で、こちらの方まず YouTube から見ていこうと思うんですけれども、YouTube もしっかりと動画の再生ができるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、今これ再生している動画なんですけれども、これはポッドキャストの通常版ということで、まあ、こちらのレビューもしておりますので、ぜひ興味ある方はご覧になっていただければなと思います。一番やっぱりやりたいところというのは、このナビに YouTube を映したいという方が多くて、まあ、それを実現させるために AI ボックスを購入されるという方が多いと思うんですけど、まあ、この AI ボックスはもう非常に至ってシンプルで、まあ、オッドキャストと言いましたら、やっぱ AI ボックスのやはり元祖ということ、非常に信頼性が高い。値段はちょっと張るんですけれども、やはり信頼性としてはやっぱピカイチなもので、また動画特化型ということで、ポッドキャストの割には価格としては抑えられている製品ということになっておりますので、動画のみをシンプルに見たいという方にとっては非常にうってつけの AI ボックスになってくるかなと思います。で、次に新たにインストールされるようになりました Amazon プライムビデオですね。こちらご紹介なんですけれども、今回ですね、私久しぶりにこのプライムビデオを開けたんですけれども、なんとダイハードとか、まあ、この辺私の世代なんですけど、エアフォースワンとか
ターミネーター3とかスピードとか、こういった映画が今見放題なんですよね。で、以前このスピードもね、有料だったんですけど、今ね、無料で見れるようになって、これ非常に懐かしくて、私まだ90年代だったので、まだ学生だったんですけれども、これ見に行った記憶があるんですけれども、映画はとにかく好きな方にとっては、もううってつけの製品と言ってもいいんではないかと思います。しっかりと再生できるのもお分かりいただけるかと思います。よく問い合わせがあるのは、ミラーリングでプライムビデオを映したいなという時に映らないっていう問い合わせがあるんですけれども、あちらは著作権信号が入ってしまいますので、他のモニターだと映せないという場合があります。で、これはもうこの AI ボックス直下でナビに映像を映している。これ自体がもう端末になっちゃってるわけです。なので、これが端末でスクリーンで映しているということなので、確実に映画も映せて移動中でも視聴ができると、いうことになります。これかなりポイントとしては高いんではないかなと思います。で、止める場合は再生終了です。で、ホーム画面に戻ります。この2つ私は主に使ってるんですけど、この2つだけでも十分かなっていうところになります。で、また新たにこのフル。これも動画コンテンツのようなんですけれども、フル自体もこのような形で番組が選べるようになっておりますし、視聴の方は可能ということになります。で、Unext なんですけれども、Unext も見ることができる。今ですと31日間無料トライアルということもできるようなので、特にお金を払わなくても、映画を見たりするということもできます。本当に映画が好きな人にとってはもうたまらない内容となっているんじゃないかなと思います。最後に Netflix なんですけれども、これは通常モデルでもインストールされていたかと思いますので、特に問題はないかなと思います。今回、この製品なんですけれども、動画特化版ということでご紹介はしているんですけれども、実はかなり実用性が高い機能というのが備わっておりますので、そこをご紹介していきます。で、それは何かと言いますと、こちらになるんですけれども、マイクロ SD カード内に保存されている動画ファイルなんですが、これを再生して見るということも可能になっております。そちらをご紹介していこうと思うんですけれども、こちらの USB-A ポート、こちらにつなぎます。これね、意外とシンプルなように見えて非常に使いやすいです。で、他の AI ボックスとかですとわざわざピンを使って開けないといけないとか、SIM カードを出し入れするような時に使うピンなんですけども、そういったものを使わないとこのマイクロ SD カードが使えないという場合があるんですけど、これ自体はスティックがあったらそのままポンと付けられてしまいますので、すごく使い勝手としてはいいです。で、これデータどうやって見るかというとなんですけども、ここを押します。そうしますと、これすべてのアプリが出てくるんですけれど、この CX ファイルエクスプローラーというところがすごく見やすいんです。で、ここの部分になります。これ何かと言いますと、ドライブレコーダーも多くレビューしてるんですけど、これドラレコの収録動画になります。で、これ見ていただければと思うんですけども、これ見てください。非常に使いやすいです。これ、サムネイルなんですけども、バーッとこうサムネイルが出てきて、ちゃんと表示されておりますので、今どこのシーンを見たいかっていうこともすごくわかる。これ、セブンイレブンの前だったりとか、あとは、こちら、走行しているシーンであるとか、また、動画自体ももちろん再生するということも可能になっております。こういったね、使い方ができるということになります。今、ドライブレコーダー自体も、携帯の、アプリで見ることも可能なんですけれども、この AI ボックスがあれば、マイクロ SD カードで、車内で、大画面で動画を見て確認するっていうこともできますし、お気に入りのファイル動画をこのマイクロ SD に保存しておけば、通信量と特に気にせずとも繰り返し動画の再生をするということもできてしまう。非常に重宝する機能が搭載されているというのも、このプレイ2ビデオプロの大きな注目ポイントになってくるんではないかなと思います。さらに、実用性の高いポイントというのはどこかと言いますと、動画特化型の AI ボックスということにはなってるんですけれども、ここ見てください。カープレイとか Android Auto が使えるようにもなっております。ここをタップするんですけれども、この
機能がついているおかげで、カーナビとして使うということもできます。で、今これからつなげていこうと思うんですけれども、今つなげたので見ていただければと思うんですけれども、Bluetooth の設定画面があるんですけれども、まあそこにこのプレイツービデオプロ -1458 というのがありますので、まあ、そこを選択していただければ、まあ、すぐにカープレイがつながるになります。はい、もう話している間にカープレイがつながったのがお分かりいただけたと思うんですけれども、カープレイがつながることによって動画だけじゃなくてマップが使えるようになりますので、常に最新のナビゲーションとして使用すると、まあ、いうことも可能であるというのが、このプレイツービデオプロの注目ポイントとなってくるかと思います。で、また、ここを押していただきまして、このホームっていうところなんですけど、ここを押していただきますと、先ほどの動画アプリが表示されておりましたホーム画面に戻るようになっていると、まあ、いうことになります。で、さらにここを押していただきますと、こちら、純正ナビの画面に戻ると。で、また Apple CarPlay ここを押していただきますと、Airbox のホーム画面に戻るようになっていると、まあ、いうことになっています。最後に、このアフターマーケットで売られております、アトートの F7 の WE、こちらのディスプレイオーディオでも試してみたいと思います。まあ、今電源切れてる状態なので、実際電源を入れて試してみたいと思います。はい、もう即座に繋がったのがお分かりいただけるんではないかと思うんですけれども、A トートのこのディスプレイオーディオも非常に定評があるもので、まあ、当チャンネルでもいくつかディスプレイオーディオ以外でもポータブルナビや Android ナビご紹介させていただいてるんですけれども、まあ、この製品に関しましてはディスプレイオーディオということで、まあ、Android が使えない製品になってます。ただ、このポッドキャストをAI ボックス等を使うことによって、Android が搭載されていなくても、YouTube、ネットの視聴等ができるということになっております。なので、初期投資を抑えたいとか、必要最低限の機能が欲しいと。で、また、この AI ボックスを持っていることによって、ネット環境がアップデートできるということで、もう表示さえしてくれればいいんだという方にとっては非常にうってつけの製品だと思いますので、まあこちらの方もぜひ参考にしていただければなと思います。はい、もう喋ってる間にすぐ繋がったのがお分かりいただけたかと思うんですけれども、もう一つこの AI ボックスのメリットとしましては、これ、設定の必要っていうのがわざわざないということです。これ Wi-Fi 自体も、このオッドキャストの設定で Wi-Fi 自体の設定というのを行っております。まあ、こちらなんですけれども。なので、いちいち設定する必要というのがないよと、まあ、いうことになります。まあそういったところもすごく使いやすい。でさらに、こちらなんですが、これに変えるんですけれど。まあ、YouTube 自体も、ディスプレイオーディオが変わってしまうと、またアカウントもわざわざ打ち直しになるということがほとんどです。で、こちら見ていただくと、特にアカウント自体も変えることもなく、先ほどの純正のディスプレイオーディオと同じ画面が映し出されるというのがお分かりいただけるかと思います。このプライムビデオもそうなんですけれども、まあ、通常だとアカウントを入れ直さなきゃいけない、パスワードも入れ直さなきゃいけない、何だったっけなってなるわけなんですけど、まあ、そういったこともないと、まあ、いうことになります。はい、ちゃんとプライムビデオも見れると、まあ、いうことになります。はい、ってことで今回なんですけれども、ポッドキャストよりリリースされておりますプレイツービデオプロ、まあ、こちらの製品、今回はイノベイティブ販売さんからの新製品ということでご紹介をさせていただきました。まあ、こちらの製品なんですけれども、やっぱさすがポッドキャストということだけあって。ディスプレイオーディオも特に選ばず、純正、社外品問わず安定して繋がってくれて動画が視聴できる。また、USB-A ポートが付いておりますので、マイクロ SD カード、スティックさえ持っていればすぐに接続ができて、マイクロ SD 内の動画ファイルを視聴したりするということも可能です。でさらには、カープレイ、Android Auto も搭載されておりますので、ナビゲーションとして使用すると、まあ、いうことも可能です。で最後に、この AI ボックスの最も大きな価値というのは、
すべてタッチスクリーンで操作が完結できてしまうという点。まあ、ここはミラーリングとの大きな違い、またはファイアースティックとの大きな違いになってくるわけなんですけれども、まあ、そういった点が非常に長けているということで、皆様に自信を持ってお勧めできる製品ということで、今回ご紹介をさせていただきました。まあ、こちらの製品の詳細は概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。